皆さん、こんにちは、瀬尾です。瀬尾順のレッズ話、八十二回です、えー。今日から、今回から一九九七シーズンのお話をしたいと思います。あの前の年ね、j リーグが通年制になって、全部で三十試合。リーグがね。で、その二十七節まで、浦和レッズは優勝の可能性あったんですけど、二十八節で鹿島に負けて。 戦線から脱落してしまったと本当に惜しかったんですけどね最終的にはリーグ6位で終わりましたから天皇杯ではベスト4まで進んだということをお話してきましたよね総合して言えばこれそれまでのシーズンの中で一番良かったかなというふうに私は思っていますあの異論もあると思うんですよその前の年の95年はファーストステージ3位になりましたし年間通しても4位だったと から福田正大選手の得点を回りましたこっちの方がいいんじゃないかという意見もあって当然だと思うんですよねそれはそれで僕も正しいと思いますただ95年っていうのはあの年間4位ではありましたけどセカンドステージは8位でしたしですからもっと下の順位になる時もあって浮き沈みが非常に激しかったと思うんですよねだから初めてそういう、うん、勝つ喜び連勝する喜びとか まあ福田正弘選手の得点王とかやっぱ初めて味わったその感動というのはすごく大きかったと思うので印象強いと思うんですけど96年は6位より下になったことはなくてまあそういう点であの総合的に見れば一番この4シーズンの中ではねまあ5シーズンって言っていいのかな92年からの5シーズンの中では一番良かったんじゃないかなと。 は思いますただあの別に私は95年と96年どっちが良いシーズンだったか論争しましょうと言ってるわけではなくてそんな2シーズンを指揮してきたオジェック監督を変えてまで次に来る監督はどんな監督なんだろうというのが非常に楽しみだった。そうは言っても私はその当時あの外国人の監督っていえば。 アレックス・ファーノソンさんとベッケンバーワーさんしか知らなかったんであの誰が来るんだろうっていうことではなかったですよね。でレッツが新監督として招聘したのはこの方でホルルスト・ケッペルさん元西ドイツ代表の攻撃的ミッドフィルダーでいろいろなクラブでブンデスリーガーで5回優勝してるんですけど同じクラブではないんですよね。う それから指導者としては1986年のワールドカップメキシコ大会で西ドイツが準優勝したんですけどその時のアシスタントコーチだったそれからその後あとドイツの各クラブの監督をしていたということでした,ただから同じドイ,ドイツ人なんでどうしてもね前任のオジェックさんと比べてしまうんですけどまずね年齢同じなんですよ。 選手としてはオジェックさんはプロとしての,その実績ってほとんど残していないのに対しケッペルさんはさっきも言ったように優勝も経験していてまあ西ドイツ代表にもなっているんですねだから指導者としては2人とも同じ西ドイツ代表でベッケンバウアー監督の下でアシスタントコーチをやっていたとまあそこ同じですよねケッペルさんの次がオジェックさんオジェックさんの時は1 9 0 0年 え90年90年ですよ92年じゃなくて <laughs> えーワールドカップイタリア大会の,その優勝の,そのアシスタントコーチだったっていうのはありますけどまあ場所がねメキシコだったかヨーロッパだったかあの南米だ中南米だったかで違うのかなと思いますけどえまあほぼ同じような経歴でしたねそこは。で当時はネット検索ってできたのかな97年少なくとも私はしてなかったです。 そそもそも使ってたのはワープロでしたからですからえもう検索とかできないですからまあクラブの説明を聞いてるだけなんですよ。でえこれはオジェック監督が退任する時にも言いましたオジェックさんが96年までに作り上げてきた研修速攻のチームそこからさらに主体的な攻撃性をプラスしていくんだとまあ言われてはああなるほどなとそうなればいいなと思っていました。 あと全く余談ですけど本当に私の子供の頃19 1960年代なんですけど NHK で「物知り博士」という子供向けの教養番組やってたんですねご存知の方は私と同年代なんですけど <laughs> あの毎週土曜日だったと思いますけどその物知り博士の博士がケペル先生という人形だったんですよ。毎週見てたんでああ あのケペル先生っていうのはだからドイツ人だったのかなと風貌もちょっと似てたんでねそんなことを思いながらこの就任記者会見を聞いていました選手についてですけどまず新人が6人この人たちです右から駒澤大学の安藤智康選手日本大学の渡辺敦夫選手西武大高校の河合雄二選手工場高校の三本杉隆選手 西武大高校の田畑昭弘選手そして三菱洋側出身の永井雄一郎選手この6人のうち5人がですね、まあ、その年じゃなくてもレッツで J リーグデビューを果たしてるんですねただこのシーズンの補強の目玉は何といってもガンバ大阪からはいガンバ時代の写真ですけど磯貝博道選手を獲得したことですあの磯貝選手は子供の頃から天才と言われてきて もう帝京高校から東海大学に入って92年に J リーグができたあのナビスコカップやった年ですけどもうその時にガンバ大阪大学を中退して入るんですねだから僕でも名前知ってるぐらいえな何でガンバなのみたいなあの別に列に入れと思ったわけじゃないですけどえ彼熊本出身で,んで。 帝京高校東海ですからまあ東京で過ごしててでんで大阪なのと思ったんですけどもう当時で大きなな話題になりましたで当然ガンバでも中心選手として活躍してシュートも決めるうん攻撃的ミッドフィールダーっていうかパサー本当にあのえこういう選手がどこに行くのかって話題だったんですけどその磯貝選手が前の年レッずウーベバイン選手が辞めました。 そのウーベ選手に代わる活躍をしてくれるだろうとして期待されて入りましたそれからもう一人獲得の目玉だったと思うんですけど外国籍選手でミハエル・バウアー選手オーストリア代表が長くてですねポジション的には守備的ミッドフィルダーボランチでしたケッペルさんがオーストリアのチロル チロルっていろいろ名前変わってるみたいなんですけどチロル・インスブルックの監督をしていた時に所属していたらしくてだからよく知っていたわけですねまあこうやってあの獲得補強関係見ていきますと監督も変わり中心選手も辞めた96年だったんですけどその手当てその変わる選手としても手当てはしっかりできているようだったんですけどなかなかそうはうまくいかないのが世の中でして。 さてどうなりますか